新ソデリミアは、スペインガリシア州、オーレンセ県のムニシピオ。コマルカダリミアに属する。ガリシア統計局によれば、2013年の人口は1307人。住民故障は、リモン、や。カスティーリャ語表記は、銀座デリミア。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は 96.、96.57%。新ソデリミアは、オーレンセ県の南部に位置し、 コマルカダ・リミアに属する。北は、サンディアス、シュンケイラで、アンビーヤ、サレアウスト、東は、トラスミイラス、南は、クアレドロ、バルタール、オスブランコスト、西は、ポルケイラ、ライリスでベーガ、ビラールで、サントスの各自治体と隣接する。自治体中心地区は、新ソデ・リミア教区の新ソデ・リミア地区。コマルカダ・リミアの中心自治体であり、 県東オレンセからは4 0キロメートルの距離にある。自治体名は町内を流れているリミア川に由来する。新ソでリミアは、新ソでリミア市方管括区に属し、同管括区の中心自治体である。住民は20の教区の34の地区に分散して暮らしている。新ソでリミアは、ローマの支配期に定住していた部族のリミサイの特徴を今に伝えている。 自治体の北部には、ブラガとアストルガを結ぶ、古代ローマの街道跡が、今も残っている。町は、ポルトガル王アフォンソ・エンリケスによって、数度征服された歴史を持つが、最終的には、アストリアス王アルフォンソ2世によって奪い返され、軍が創設された。1927年には、モレーラ地区が新祖でリミアに編入された。自治体首長は、 ガリシア国民党のアントーニオ・ペレス・ロドリゲス。自治体評議員は、ガリシア国民党、9、ガリシア民族主義ブロック、3、ガリシア社会党、3、AP が、1、A デル、1となっている。新ソデリムヤは20の教区に分けられている。太字は、自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。